勝ちます。ホーム戦ラスト頑張りましょう。じゃあね、笑顔になります。笑顔になります。大丈夫かよ。到着です。おはよう。どうですか、気分は。気分は最高です。爽やかな朝です。どうしよう。何か荷物が少なすぎて。ゆいこさん、うん、明日から、うん、いつも面白いやん。うわやば、面白いって笑ったことないね。多分そのバケツだけでもだいぶ。おはよう。おはようございます。おはよう、ももか。おはようございます。おはよう。おはよう。面白い。奥座り。お名前は？熊谷翔です。いつ復帰予定ですか？前10時からリハビリ中です。もうすぐ走れます。お、ボールは？ボールもう蹴ってます。あ、すごい。いつ怪我したっけ。4月です。早いよね。半年かな。よね、うん、最年長です。こう見えてベビーフェイスの最年長ちほちゃんです。マキマキ、はい、そのさ、ボールをさ、うん、入れるか入れんかどうやって確かめるかさ、ちょっと教えて。このチキが教えれるらしい。フィッシャーのところの横の動かしてるところをして、平行になったらちゃんと入ってて、平行じゃなかったら入れます。のドヤ顔で。ちょっと入ってない。入ったよ。大丈夫ですか？あるやろ、もうちょっとあるやろ。やめて、その痛み。こっちが聞きたいわ、足大丈夫？イケメンになったら、清水さん。はい、はい、はい、もういい。負けまんけん。マキのだけなんか、練習着ボロボロだな。汗拭きすぎやろ、そこで。ビビー、おはよう。どうですか、気分は。え、すごい。え、初 YouTube。 お名前は。中山桃花です。竹富奈美のコーチしてます。はい、お願いします。コーナーキックキッカーなんで。あ、直接お願いします。名前どうぞ。清水です。竹田南ですか。そうです。緊張してますか。してます。今日スタメンですよ、多分。緊張します。え、緊張します。心強い先輩がおるからね、大丈夫って。ちょっとじゃあ応援のメッセージをかけてあげて。自信持ってプレーしたら大丈夫だ。何しようの、リサ。何しようの。ラムネ食べる。試合前にラムネ食べる。それ何？それ何？何の効果がある？ブドウ糖がある。さすが。栄養ドリンク見せてリサの。それは？はい、次。それはスペシャルドリンク。久美宮選手のスペシャルドリンク。着てメイ、メイ着て。めちゃくちゃ性格が出たもん、ほら。これ多分順番決まったんやな。めちゃくちゃ。今日は、今日の目標は、まあ何十秒でもいいね。何十秒。守備、まあボールを奪って、バーンって、で、
まあ、入れるようにしたいです。絶好調やったからな。はい、もう絶好調です。あやかちゃん。なえさん色気づいた。なえさん色気づいてしまった。いや、あのなんか友達の片方を2人で片方を1人でダサいって結構ショック受けてきたりいじめられたやん。いや別にそんなこと聞きたいじゃなくて、今日の目標は今ガツガツ殴りそうやった今。久々の旧リーグですね。そうですね。いや、はい、3ヶ月ぶりです。意気込みをどうぞ。意気込みは勝ってみんなで笑顔で終われるように頑張ります。今日の目標は無失点で頑張ります。はい。まだまだインタビューしてくれ。まだ全然インタビューしてくれ。じゃあ頑張るぞ。どうぞ。今日の抱負、はあ、言ったよそれ。今日は無失点で抑えます。焼けません。じゃあ今日のここを見て、迫力のあるスライディングを見てください。見てください。竹内しぎちゃん。はい。今日の意気込みを。最後まで走り切ります。頑張ってね。はい。試合の意気込み聞かせてもらっていいですか。チームの力になれるように自分のできることを。精一杯やって全力で走り切りたいと思います。お名前をどうぞ。沢です。あゆこの沢です聞いてねよ。今日は頑張りますか。頑張ります。お目標はどうですか。目標はですね、こっちのサイドを崩させません。もう一回お願いします。こっちのサイドを崩させません。調子はどうですか。調子ですか。うん、バッチシです。バッチシ。今日は応援がいっぱい来るんで。だそうでーす。全員あれですか。かなこさん推しのファン。はい、さすが地元ですからね。地元別府でーす。はい。温泉県別府。別府のいいところ。やっぱ別府ね。すごいね。温泉に遊びに来てください。はい。中に吸い込んで。どうですか。緊張してますか。してないです。あ、してない。久々の旧リーグですけど、はい、気合い入れていますか。はい。いいね、いつものハルカスマイル。ダブルピースでじゃあ締めてください。せーの。ピピ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 ピ
痛い痛い痛い、分かった分かった分かった、もういいもういいもういい頑張って、頑張ります。はい、頑張って。緊張はめちゃめちゃしてます。頑張ります。はい、頑張って頑張ってください。頑張ります。はい、よし、で、チャンネル登録マッチョンケン。